緊急特番日銀人事を語るということで、常念先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日あれですね、もう撮ったらすぐこの動画がアップされてるという、6時を待たずにアップするっていうですね。いや、ニコ生やった方が良かったんじゃないですか。いや、誰も見ません。多分誰も告知が間に合いません。予告なしで全く意味がないですよね。それやりながら告知するとか、いやいや意味が分かんない。だってもう走りながら考えるって言うでしょ、よくダメな会社で。はい、ダメな会社で真似しちゃダメですよ。いやダメでしょ。このダメ会社っぷりをね、はい、天下にちょっとさらしてみる。何言ってんすか、チャンネルクララ、ね、せっかく順調に来てるんですから。いやだからダメ会社なんて寄付金が足らないんです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネルクララにだけ金融緩和一つね。よろしくお願いします。もう皆様の常在はチャンネルクララにお願いいたします。いい番組一生懸命作りますんで、はい、ちょっと最近増えてきたんで、こういうね限りなくニコ生に近い録画放映っていうのもね、はい、できるようになりましたから、はい、はい、大変ですね。もうこれだけのスタッフを今日揃えてね。いや、すごい貧乏感炸裂で、さすがにあの今日の今日で呼び出したらまずいだろうってことで誰も呼ばないってことで我々2人でやるって。いや、まあ確かにね、はい、今日の今日で呼ばれたらさ、はい、それはなんかすごく小物扱いしてる感じ。しかもあなたが呼べって言ったの誰ですか。もう大物ばっかりじゃん。お前そんなのさ、俺のこのこれまで作り上げてきたなこの信頼と、お前今日のこの15分だか20分か知らないけどさ、これお前、ね、天秤にかけろと、お前やすやすと言うわけが。そうです、困るのは常念さんです。私は全く困りませんみたいな、ふざけんなお前みたいなやり取りをしてて、まあ、私が呼ぼうとしたのは原田豊先生です。いや違うだろうが、まあまあいいや、はいはい、まあ、誰を呼ぼうとしたかは秘密です。これ暗山塾に入ると分かります。え、本当バラしちゃうんですか。いや、バラさないよ、バラさないけど、あ、どうしようかな。まだ暗山塾入ったら教えてあげてもいいんじゃないですか。いや、別に聞かれたら、聞かれたら答えるんで、それが聞きたくて入りましたっていう人にはイニシャルで教えます。そう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 、イニシャルで、イニシャルトークでね、はい、はい、ということで、まあ日銀審議委員の、はい、そうね、後継人事がですね、まあ、話題になってるんですけれども、はい、これね、ちょっと時系列で、まあ皆さんご存知の通りね。あ、その前にですね、はい、なんでこれやるかというとですね、はいはい、もう日銀人事で検索するとですね、はいはい、なんと倉山充ばっかりっていうですね、うん、まあ、ばっかりちょっと大げさだけど、いや、まあ、トップページの半分ぐらい倉山充。そうそうそう、うん、いや、トップページ、ね、そう、あの Google で日銀人事って検索すると、はい、一番上に出てくる記事がですね、ザクザク あのスパのニュースで、はい、日銀人事は衆院選よりはるかに重要、アベノミクスの死活問題という記事が出てくるんですが、はい、なんとこれは倉山充さんへのインタビュー。そう、まあ、インタビューというか手書きなんですけど、ね、手書きなのか、はい、インタビュー風にまとめた記事、毎月1回スパでディープスロートっていう連載やってるんですよ、はい、 そうですね、はい、それが2週間遅れでネットに出るんですよ、はい、もう3回連続激文というですね。なるほどね、はい、これディープスロートでよかったですよね。シャレになってないですね、今ね、この話はね。そういう時節からやばい話やばい話やめましょう、はい、無理やりそっちにあの持ってかない、そうそう、いや今ちょっとその許さねえぞっていう気持ちも込めて、はい、これほどです、日本で一番日銀人事について語ってた私がですね、はい、あえて常念さんへの聞き手回るという、いやいやいや今日は、いや、まあ、ところで、はい、そのね、倉山満氏のですね、はい、この記事はタイムスタンプが去年のクリスマスになってるんですが、はい、実はこれを書いたのはなんと総選挙の真っ最中、そう、真っ最中に、はい、この記事を書いたと。まあそれぐらい重要だということですよね、はい、アベノミクスはやっぱり1本目の矢が一番重要ですから、なんだかんだ、はいはい、2本目の矢はおまけです、まあ、おまけでもないんだけどな、はい、あの消費税増税をやったらこれがメインになってしまう、そうそうそう、マイナスの意味で、マイナスのメインを取る可能性はあるので浜屋じゃなくてただのマヤになっちゃう、まあ、おまけっていうか、まあ両輪なんですよ。でもやっぱり金融緩和が必要条件、そうそうそう、ね、で財政政策がまあ十分条件ではないですけども、うん、まあ、やらないよりは絶対やったほうがいいし、はい、で成長戦略は産業政策ならやめとけって話ですよね、はい、ね、でこれを、まあ、倉山満が指摘した後、はい、なんとですね昨日の夜、はい、午後ですね、何時だこれ、この記事は、あ、午後じゃないや、あ、午後だ、午後4時34分、はい、ブルームバーグがですね、日銀審議員人事を4日午前、国会へ提示へ、関係者ということで、まあ、この記事が出ました。ここの関係者っていうのは与党自民党と野党民主党の関係者でしたよね、確か。まあおそらくそんな感じですかね、うん、一応ここに書いてあるのはですね、国会運営に関わっている自民民主両党の関係者が明らかにしたって書いてあるんで、じゃあ自民と民主両方です ね、 ですね、はい、こ、 ね、ここ大事です、はい、はい、でこの記事が出た後、誰になるんだ誰になるんだってわーってなって、でこういろいろなってる時に夜中の2時にですね、この飛ばし記事が出るんですね、はい、日経新聞です、はい、我らが日経新聞、我らが新華社通信、新華社通信、懐かしい新華社通信こと日経新聞、プライダ新華社通信、日経新聞と並び称される御用新聞です ね、 ね、世界三大御用新聞、ね、そうそうそう、はい、まあ、ただし日経新聞さん、経済記事がなければいい新聞です。何度も強調しますが、はい、最近あの発見したのが、経済記事がない日経新聞、はい、教科書を作らない山川出版社、はい、グラビアがない週刊プレイボーイってね、はい、これ本当
当いいなと思って。なるほどね、はいはい、まあ、武器を持たないイスイス団もね、まあ、ただのちょっとあれですか、おかしいやつらです最悪ですね、はい、本当にちょっと怒りをね常に表現して、いやいや今日そっちも別に特番やるんだからいいんじゃないですか。いやいや今日はムアーズ大尉だっけ、注意だっけ、はい、死んでたらしいね1月3日に、うん、そうなんですよね。後藤さんも先に殺されてたんじゃないかと言われてますよ ね。だからもう全然交渉する相手としては最悪だよね、うん、まあこれはちょっとまた特集やります、はいはい、でそれでどんな記事が昨日の2時に、今日の朝2時か出たかというとですね、政府は3月25日任期を迎える日銀の宮尾雄三審議委員の後任に、早稲田大学教授の原田豊氏を起用する方向で最終調整に入ったという飛ばし記事が出ました。ぶっ飛ばし記事ですよ、はい、飛ばし記事が出ました、うん、でこの記事が出て、まあ、これでも憶測でも書けるよね。まあそうですね、実はちょっとだって原田さん事前に呼び声高かったじゃないですか。そうですね、大体、ね、我々は原田さんがもう一人の誰かかってずっと言ってましたもんね。ずっと言ってましたから、うん、だからこれはね実はその取材によって分かりましたっていうことで嘘ついて出してもまあ分かんないんですよね、まあ、取材源は秘匿して言わないでしょうからね、うん、はい、でこれで朝もうものすごい盛り上がってやってやったと言っていたら次にですね、なんと、今日の朝、朝というか昼ですね、11時48分に政府与党側から、国会同意人事見送り理由と今後の日程で説明、話しなかった参議院議運委員長という記事が出まして、中川正春参議院、議員運営委員長は4日、国会内で政府が同日予定していた日本銀行審議員らの国会同意人事の提示を見送ったことについて、午前の理事会で与党側から、与党側からの都合によるものとの説明があったと明らかにした。具体的な理由や今後の日程については説明はなかったというと。理事会では野党から人事案について事前報道が出たことは遺憾との指摘があった。なお与党っていうのは2つありますよね、はい、どっちなんでしょうね。いや分かんないです、まあ、でもあの私はこの記事を読んだ時に、うん、まあ、野党側からその、まあ、事前報道が出たことに遺憾っていう指摘があること自体がかなり遺憾なことですね、うん、これあの事前報道ルールっていう毎日記ルールがありまして、はい、西岡さんね、西岡武雄さんが、参議院議長の時、はい、の時に事前に漏れたらもう人事としては同意しないみたいなわけのわかんないルールを言って、でこれ2013年の2月にもう撤廃するってことで合意してるんですよ、はい、ね、民主党と自民党は、なのにまた事前に漏れたことは遺憾だって、それいやそれは関係ないっていう話で、多分あの民主党の皆さん、はい、ルール忘れてるんじゃないですか。まあ、というかルール無用な連中ですから、ね、うん、もうどうしようもねえなと思って、うん、でもう一個言うと、はい、日経新聞の中にはね、まあ、今その倉山先生が言われたその与党ってどっちですかねのね、うん、片方の方、まあ、要はそのリフレを潰したいっていう与党もいるわけです。いますね、はい、ごく一部ですよ、ごく一部に。でそういう奴らの、まあ、意図を組んでやったのか、それとも民主党がマッチポンプ的に潰そうと思って、ね、執行部の、ね、伺い知らぬところでリークをし、もう与党がそういうことになってるぞみたいな情報を与えて、お、取材源がありました、じゃあ書いちゃいましょうとか書いてってやってたら、これ組んでたらとんでもないことですよね。中川雅治さんって財務省元じゃなかったでしたね。まあ、でもこの人は聞いてないって言ってるだけですからね、うんうん、だからリークしたのは誰だか分かんないんですけど、うん、そういう形でそのまたあの、ね、過去の遺物である事前報道ルールを持ち出してね、この人事が潰れるなんていう先例を作ったら絶対いけないのに、うん、わけ分かんないこと言ってるんですよ、はい、でなんじゃこりゃと。でこれなんかひょっとしてね、あの安倍政権がリフレ派をね日銀審議に送り込むことを諦めたんじゃないかみたいなふうに思われる可能性があると、うん、いやここで引いたらもう何にもできないですよね、はい、って思ったんですけど、もうすぐにですねその20分後に次の記事が出ました、はい、この記事はですね時事通信ですね、政府日銀同意人事の国会見送り、国会提示見送り、事前報道に民主反発っていうタイトルがついてるんですけれども、政府はですね、4日午前の衆参、両院議員運営委員会で、予定していた国会で同意人事の提示を、全て見送ったと、うん、まあ、全てなんで日銀あの審議員だけじゃないんですよね、うん、で、衆議院議員運営委員会に先立つ、与野党の筆頭理事官協議で民主党が、日銀審議員の人事が事前に報道されたことに反発したため、与野党は改めて提示を受ける日程を調整すると、うん、ね、いうことなんですよ。で、まあ、国会同意人事に関してはもうあの事前報道ルールが撤廃されてるよという記事が一文あって、うん、でその次の最後のところがこう重要で、民主党に配慮して政府は4日の人事提示は控えたが人事の差し替えなどは検討していない意向と見られると、うん、まあ、ここが重要、一歩も引かないと、はい、一方民主党は政府に対して事前報道に至った経緯などについて説明を求める方針。なこと言われてもんですよね。憶測記事を書かれました、遺憾です、終了、はい、
で、もうこれでいいですか？終了です。なんで憶測を呼んだんだ？それはね、お宅が漏らしたからでしょうとは言えないんですけど、うん、まあそういうことですよね。そんなことだと私だって憶測してましたよ。ね、そうそうそう。だから憶測記事すらさ、もう前に出たら認めないっていうのはもう理屈としておかしいんですよ。そうそうそう。だから潰したやつ全部名前あげとけばいいってことだよね。そうですね。で、全員バーって名前だったらどうするんだろうね。一般人とかになるのかな。あ、じゃあこっちもあげましょうか。鈴木一郎さんでした。それ一郎じゃねえか。一般人じゃねえか。いっぱい鈴木一郎。あ、そう。そう。だから我々が、はい、もう次の日銀には熊谷光丸さんがいいですとか。あ、言っとけ。伊藤隆俊さんがいいです。そうね、元重さんでもいいです。俺もね、あのなんかこのブルームバーグの最初の記事見た時に、はい、事前に名前が漏れると潰されるので、多分浜典子だと思います。ツイッターで書いてた。どんどん上げときましょうか。名前上げまくってさ、でそれでもしそんなのが同一人事出てきたら、事前に報道してたの選んでるルール違反だとか言って暴れて、そうそうそう、ほとんど賢人の知恵みたいな賢人の知恵みたいな世界になってくるんです。いいんですかそんなんで。いや、まずいじゃないですか。まずいよな。民主党何やってんだって感じなんですよね。何がしたいんですかね、民主党。いやでもね、まあ今夜実はね、はい、まあ、ちょっとめでたい席なんですが、ああそうです、我らが宮崎武志君がですね、はい、国会に再び舞い戻ってきた。舞い戻ってきちゃいました、ね、来ちゃいましたみたいなことで、今日あのね、はい、我々まあ弁論部の仲間がですね、ええ、盛大なあの当選祝賀会をやるんですが、今日は金子さん来るんですか。いや、金子さんね、忙しくてあらららダメみたいな。武井君もあの忙しくて。党は違いますけど、でも長峰さん来るんですよね。長峰君、まあ同期だからじゃない。まだまあ同期以外にちょっと見捨てられた感じになってる。あ私後輩じゃないですか。後輩。あの議員やってる。だって私より下の後輩も来るじゃないですか今日。まあそれはまあ一応こうなんか、はい、こう権力にはおもねるもの。まあでも権力もそんなにないんですけど。全くないじゃないですか。宮崎哲司のどこに権力があるんですか。まあそのただでさえ権力がなく、もう落選時代に干上がってる宮崎君に今日我々は鞭を打たなければいけない。そうそう。民主党反主流派ですよ。あ、そうか。だから反主流派もっと頑張れと応援しなきゃいけない。むしろ、はい、ね。まあ鞭を打ちつつ、ええ、無知が多いみたいないや、そういうパーティーがあるんです今日たまたま。そうですね、はい、いやこれ言ってからこれどういうことだと、はい、で要はだからね、お前らが頑張って細野さん当選させなかったらこういうことになるんだって、うん、そうでしょ。彼細野さん応援したんでしょ、うん、らしいです ね, ね。いや全く興味なかったんですよ。いやまあそうなんですけど、やっぱねフンガーフンガーフランケンじゃやっぱダメなんですよ、うん、本当に、うんうん、やっぱここはね、やっぱね、あのモナーデガンスの狼細野これあのツイッターであの僕にあの替え歌送ってくれた人がいた。あ、いますね、はい、もう素晴らしいなと思ったんですよ、ええ、モナネガンスみたいな感じで行かないといけなかったんじゃないですけど、はい、いや本当に民主党バカだなと、うん、絶対ダメですよこんなの。もうあのやっぱり二大政党とか口では言ってますが、はい、もう労組の票を食いながらちんたら野党でも楽してやっていきたいって見え隠れしますね、うん、だって民主党って自民党と社会党の悪いところ足して2で割った政党ですもんね。あ、本当に悪いとこ足して2で割るとあんまり悪さ変わってないんじゃないの。そうそう地味なの悪いとこ足した合計があそこにあったらすごいんだけど、そう、それ半分にしたんでしょ。そう、しょぼいんです。しょぼいんだ。そう、すごいしょぼい。いや、みんな勘違いしてるんですけど、うんうん、民主党史上最悪の亡国政党って言うじゃないですか、うん、亡国する能力がない。なるほどね、これを間違えちゃいけない。あ、ちょっと今のはもう一回説明しておくと、はい、自民党の悪さ100、はい、社会党の悪さ300だとします、はい、そうするともともと社会党だった人は300だったのに、はい、この足して2で割ったから200に悪さ下がってるんで、はい、社会党だった人は良くなったことになるんですね。そうそうそう、社会党よりはマシだ。マシでも自民党の良かった時よりは悪くなった。 100だったのに平均200だから自民党から悪くなった。そう、こういうあの難しいですね、平均値を瞬時に計算したね数学の天才というか、ね、いや算数です算数か天才数学者ということ。いや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 、今度はノーベル数学賞ですけど、ね、しょっちゅうゼロ1個間違えてるじゃないですか。ちょうど俺いつも桁間違えちゃうけど、今回は間違えますね。今回は200、はい、悪さ200です、うん、ね、こうピーピーピーとかってお前の戦闘能力は200かみたいな、うん、そう、あのドラゴンボールそうそうそうスカウターみたいな、そうそうそう、はい、200かみたいな感じで、うん、亀仙人が200でしたね。ああ、そうなんだ、はい、確か悟空は最後どうなっちゃうの。なんかもう桁飛び越えちゃって、もうなんか超とか言ってません、150兆とか。そうそうそう、この間のあの ECB の金融緩和、ジョネさんが昔あのボイスで、うん、安倍さん銀河系と差し違えるつもりでって言ったんですか、うん、ドラゴンボール最後宇宙と戦ってましたもんね。ああ、もうイデオンになっちゃったの最後ね。わあ、なるほどね。はい、いや全然あの日銀人事からずれて、どんどんずれていきます。だから民主党の悪さの説明が複雑だったからさ、そこをちょっと説明してみたんですけど。あ、そうすみません、難しいこと言っちゃって。はい、まあまあそういうことなんです。だから、だから本当に民主党バカですね。バカです今回。本当にやめてほしかった今回は。うん、ひどいですね。民主党なんかはっきり言ってゴミだと思ってるんですけど、はい、私。はい、うん、
まあ日経新聞はね相変わらずですよ。そう、日経の裏に本当に黒幕がいないかどうかってそれですね。ああ、まあ考えておいてください。この場では言いませんから、うん、黒幕の名前が知りたい人はクライマジック入ってください、はいはい、ということで本日のまとめです。はい、簡単に言うとね、要はこういうことだと思うんですよ。はい、じゃんじゃん、どん、日経新聞バカです。民主党バカ、もうこれ3条ぐらいしといてもいいですね、はい、そして安倍政権は平常運転ということで、はい、まあ、このまま平常運転頑張っていただいて、はい、まあ、説明したらいいんじゃないですか。説明しようとか言ってね、はい、そのリークはガセであるみたいな、はい、単なる憶測飛ばす記事です。それで終了ですね、はい、いやなんで漏れたか、絶対漏れてないんですよねと、うん、証拠を見せろとか言ったら、いや漏れてない証拠はこちらですとか言って、なんかあれじゃないですか、麻生さんこうすまきにして出すんじゃないですか。いやいやいや、ほらこの状態じゃ漏らせないでしょみたいな感じで、麻生さんガムテープでぐるぐる巻きにして出してみればいいんですよ。もうこの状態でもう5日間この状態ですとか、ね、いやどうでもいいから、じゃあ責任取って麻生さんにやめてもらいましょうか。関係なく、関係なく大臣一人の首飛ばすんで、副総理の首飛ばすんで許してくださいみたいな。いや飛ばないと思いますよ。いや飛ばないと思いますよ。残念ながら平常運転ですから、そういうブレーキは多分ね、うん、かからないと思うんですよね。まあここ数日で蹴散らして終了ですね。まあ終了でしょうね。まあでもこれがこじれると肺炎になりかねですね。あ、でもこれこじれようがないでしょ。だって普通に考えれば、だって参院も衆院も多数だし、うん、でここで民主党に配慮しろ配慮しろなんていう与党議員出てきたら、なんだお前はってなるよね。二階俊博は言いましたけど、ね、ああ言ったの、今回は言ってないですけど、アベノミクスぶっ潰せって増税直前に言い出したじゃないですか。ああ、なるほどね。ああいう人が自民党いっぱいいますからね。まあ気をつけて見ていきましょう。誰がね、うん、そのまあ本当の仲間で誰が敵かっていうね、まあ、リトマス試験紙ということで、うん、まあ、生温かくね、はい、見守っていただければというふうに思います。まあ今日これくらいでまだ動揺する局面ではないということが緊急特番ですよね。正式に決まる、まあ、実はね黒田さんの時もそうだったのよ。あれ1ヶ月くらい、もっと良かったですよね。うん、1ヶ月くらい揉めてるから、うん、最後の最後その提示を認めたんだけれども、任期はなんかすげえ細けいこと言って、うん、1ヶ月後からだとかなんか言ってね、うん、そうそう、でちょっと就任が遅れたんですよね、うん、はい、でそういうことで存在感を示すなと、うん、バカがと、もっといい政策言え民主党みたいな感じで、うん、本当腹立ちますね、はいはい、ということで、本日の、緊急特番、はい、これにて終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。